オスマン帝国の料理、またはオスマン料理とはオスマン帝国で生まれた料理であり、アナトリア半島、バルカン半島、そして中東と北アフリカの大半で引き継がれた料理でもある。オスマン料理は帝国の首都イスタンブールで統一され、宣伝されたことははっきりとしているが、料理の構成部分の多くに関しては、はっきりとした起源はわかっていない。一っと エーマターオブミアスペキュレーションウェザー、ザオリジンズオブディスインペリアルカリナリーレガシアレ、ツービートレイスト、バックツーグリークアンティキティ、ザビザンティンヘリテージ、オアザターキッシュアンド、アラブネーションズ、ノットフォーゲッティングファネチアムアンドジュイシュトラディションズ、ナオデイズ有名ファインドサポートフォーエニーオブディーズ、クレイムスインベアリアスカントリーズインザ、バルカンズアンドザニアイースト、食文化誌やイランおよび。 オスマン帝国研究家のバート・フラグナーは、オスマン料理を定義づけるにあたって、フランス、イタリア、北欧よりも早く順応したコロンブス交換の重要性を強調している。オスマン料理の中心は、帝国の首都だったイスタンブールであり、帝国の宮廷や地中海のエリートが、 帝国全土から地域ごとの料理を各々の持ち寄って一緒に宣伝された料理の伝統を築いていった料理である。Despite the disintegration of the Ottoman political empire, we can still see the survival of a large region which could be called the Ottoman Carinary empire, the Balkans, Greece, Anatolia and the Fertile Crescent, are the common airs to what was once the Ottoman life. style, and their cuisines offer treacherous circumstantial, evidence of this fact, of course, they represent at the same time, a good deal of local or regional carinary traditions, besides, one should not forget that it is typical of any, great cuisine in the world to be based on local, by attis and on mutual exchange and, in richmond among them, バット t at the same time to be ハマジェニーズドハーモナイズド by A メトロポリタントラディションオブリファインドテストオスマン帝国の宮廷料理は宮殿の厨房で帝国内の特定の地域出身のシェフたちが異なった食材で作り実験したことによって多様なものとなっていった宮殿のシェフは米や簡単な料理の調理法によってテストされ雇われていた 彼らは異国情緒あふれる食感や食材を実験し、新たな料理を発明するという特別の目的のため、数多くの地域から派遣されていた。どのシェフも特殊な技術を持っていたと言われる。スルタンに出されるすべての料理は、第一にチェスニジバシと呼ばれる帝国のフードマスターが、料理に毒が入っていないか、美味しいかを味見した、 オスマン帝国宮殿の厨房で作られた料理の多くは、例えばラマダーンのイベントなどを通じて、一般大衆の間に広まっていき、パシャの長者であるヤリーズで料理されていったことにより大勢の人々に宮廷料理が知られることとなった。食材には、今日のヨーロッパでは、主要食材であるトマトやチーズなども多用されていた。チーズを使ったデザート宮殿の特産品として、 現存しており、ごく限られた人々にしか普及していない、より豪華な料理として、以下のものが挙げられる、オスマン料理の伝統は、トルコ料理のほか、ペルシア、アルメニア、キプロス、ギリシアの料理、バルカン半島の料理、そして、中東の料理に影響を与えている。フラグナー、P53 フラグナー、P52、ありがとうございます。